水と植物を考えるっていう言葉を合言葉に、水マックっていう商標がありまして、全て、水に関係するものは何でもやりましょうと。このプロジェクトは使われる水の種類によってどう栽培が変わってくるかと。でその水に対して肥料の配合をどういうふうにしたら一番最良になるかというのが一つの大きな目的になっております。消毒の方はできるだけ農薬を使わない、低農薬または無農薬を目視しまして、温度だとか湿度だとかそういうもののデータを取って、この中の環境のコントロールと水のコントロールも一緒に入れました、総合的なコントロールができるようになっております。新しく今開発を始めたのが、今までですと植物というのは土にこうしついてるんですが、それが土から離れて家庭に行ってして、そこで植味してまた栽培するところに戻してリサイクルしながら自分で楽しみながら育てるというものも開発しております。生き物を相手にいたしますもんですから、可愛がれば可愛がるほどよくできますし、ほったらかしておけばゴミくずになってしまうと。やる方の意欲によって無限大に将来性があるというのが私の正直言って信条でございます。